日本愛知県豊田市武節町武節町は愛知県豊田市の町名。豊田市の北東部に位置し、稲部地区に属する。矢作川支流である名倉川の左岸にあり、黒田貯水池より東信してきた黒田川が名倉川に合流する付近の貸し段球場に位置する。南北に長い町域を持ち、最北部では名倉川を挟んで東側に隣接する稲部町。 西隣の桑原町と共に、市街地が構成され、稲部地区の行政、経済、文教の中心地となっている。南に向かうにつれて、山野は深くなっていき、町域南部は、北下良郡下良町と接する。北部では町域を、国道153号が、東西に貫く。沿路には、王子の飯田街道の頃より、次立場があったが、現在でも、 その継承施設とも言える、道の駅どんぐりの里稲部が立地し、年間を通じて利用者、利用車両が多い。また隣接施設として、稲部温泉どんぐりの湯、稲部どんぐり工房などがある。城山と呼ばれる丘陵を、城山トンネルが貫通し、それを過ぎると、稲部大橋が、倉川にかかり、稲部町へと抜けていく。部設町は、町の部分を町と呼ぶ。 豊田地域の町名では数少ない地域の一つであるが、これは当町の町の意が近代以降の町邸のそれというをことにするためである。かつて地方において人家の集まるところは町村と呼ばれることがあり、それに武節の名を冠した武節町村という呼び方が江戸期にも現れている。武節村道路原表名倉川。 川の左側が武節町、旧稲部町、旧名草村、旧津具村、豊根村、旧富山村といった北下良郡北部の町村、及び長野県下稲郡根場村を含めた一帯は、古来より、鴨郡に所属していたとされる。中世後期には、鴨郡群アケ僧のうちにあり、当該地域の神社には、アスケ僧の米名が記された胸札がいくつか、残されているといい、 沼札からは、部節合などの合命も伝わっている。当該地域の軍籍変更の時期については、1641年頃、1678年頃などと、される。部節合の範囲は、現在の稲沼地区域の大部分に相当すると、考えられ、名倉川両岸の11の村々が所属していた。室町時代には、時木支流菅沼市の支配下にあり、 戦国期にかけては、武田市、今川市、松平市による、東郷をめぐっての攻防が繰り返された。天正期には、武節号の十一家村の大正屋が、武節町村に置かれていたというが、1636年に生じた、武節町村と稲橋村の総論が、元となり、武節町、小田木川出、黒田、桑原、 五所街津の六家村が川西組、稲橋、大野瀬、押山、夏焼、野入りの五家村が川東組に分けられる。川西組には、武節町村に、庄屋、山口総兵衛が置かれたが、不正を働いた角で、三河大官、鳥山忠氏元に罷免され、以後は各村に、庄屋が置かれたという。二千十九年七月一日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。道の駅どんぐりの里稲部教育施設文化、教養、厚生施設地域行政施設公園、地域広場史跡どんぐりの里稲部から望む、部設上市散布地市街地のうち、豊田市役所支所や小学校などが多く立地する、稲部町に対し、部設町、 桑原町では主に商店街が形成されている。武士が投流するところは福寺と呼ばれ、それがなまったものと考えられる。現在の根羽村に該当する地域は、1571年の武田信玄の信仰により、鴨郡群を離れたという。ありがとうございます。